で、このレビ・ストロースさんね、えー、ちなみにね、あの、クロードが名前ですよ。ファーストネーム。タ、え、ロー太郎とかジロとかに与えるのはクロードね。でレビもストロースも両方名字ですからね。えー、だからこれ、えー、真ん中点じゃなくて、二重ハイフンイコールみたいなのでつないであるわけですね。レビ・ストロース。えー、レビ・ストロースをね、あの、えー、英語読みする,すると、えー、リーバイ・ストラウスになるんですよね。あの、ジーンズのメーカーのリーバイス。 と同じですね。ディバイ・ストラウスと同じ。えー、親戚じゃないかっていう説もね、あるらしいんですけどね。えー、で、まあ、あと、えー、どうでもいいことですけど、めちゃくちゃ長生きしましたね。1908年に生まれて2009年に亡くなってるっていうね。えー、101歳ぐらい生きたわけですね。もう南米の密林の奥で何か魔法でもかけてもらったのかなっていうね。えー、結構ね、あの、晩年まで元気だったみたいですけれども。えー、で、えー、このレヴィストロースさんね、その、ィオたちの 生活を見てて、その婚姻の規則を見ててね、えー、彼らは、えー、いとこ同士で結婚するんだけれども、その、結婚していいいとこと、 結婚していいいとこというか、結婚しなきゃいけないいとこと、結婚しちゃダメないいとこがいるっていうことにね、えー、そういうルールがあったわけですけれども、えー、で、インディオたちがいとこを区別してるってことは、レヴィストロースの前から知られてたらしいんですよね。でもまあ、なんでかはね、あの、完全には解き明かせなかったっていうことで、でレヴィストロースさんがね、あの、天才の頭脳で、 こういうことじゃないのかってね、あの、解き明かしたっていうことなんですよ。で、えー、それがね、どういうことかっていうと、えー、っと、まずね、あの、結婚しちゃダメないとこっていうのは、えー、いとこってね、親の兄弟とか姉妹の子ですよね。父親の兄弟の子供と、 いうのは結婚しちゃダメなんです。で、母親の姉妹の子っていうのも結婚しちゃダメなんですよ。つまり、親と同性の兄弟の子供っていうのは結婚しちゃダメないとこっていうんですね。これはね、平行いとこと呼ばれるんですよ。で、結婚するべきいとこっていうのはどういういとこかっていうと逆です。父親の姉妹の子供とか母親の兄弟の子。つまり、父親のね、えー、っと、 異性の親の異性の子供っていういとことは結婚しなきゃいけない、結婚すべきっていういとこなんですね。えこっちはね、あの、交際いとこって、えー、っと言われております。で、えー、まあ、えー、これが一体どういうことなのか、えー、家系図みたいのをね、えー、書きながら、えー、説明していきたいと思っております。えー、っと、で、えー、家系図っていうのも、えー、確かねあの、皆さんに配布したプリントに、 あるはずです。三3番目の、え、交差いとこコンっていう、え、交差いとこコン演習プリントっていうプリントがあると思いますけれども、普通の授業ではね、あの、これを、印刷して、みんなに配って、私が黒板に書きながら、さあみんな一緒に書きますよって言って書きながら、ま、演習をやったわけですね。そうやってたわけです。で、ま、あの、このね、えっと、ま、この遠隔授業でも、ぜひあの、皆さん、ちゃんと、三3番目のプリントを印刷してね、 えー、いとここんの、交際いとここんのプリントを印刷して、えー、書きながらやってくれればと思います。手を動かした方が覚えられるのでね。で、私はまあ、うん、そうですね、これからえっと図を、えー、展開しながらやろうと思ってるんですけれども、果たしてこれだけ、えー、複雑な図を、えー、動画の中で再現できるか、ちょっとおっかなびっくりしながら、えー、やろうと思います。まあ、とりあえずあの、ちょっとあの、 画像、いい画像を作れるかどうかわかんないんだけども、えー、ちょっと作ったり探したりしてみようと思っております。じゃあ、あの、やってみましょうか。はい。というわけで、えー、画像を作ってみました。 えー、まああのさっきまで喋ってたあの数秒前のデータと今喋ってるデータってね別でねあの別の2つのデータをねあの合成してるんですよその間にあの画像を作っておりましたでえー、っとみんなの手元にも えー、あの、プリントが印刷したものがあると信じて話しますよ。いいですね。ちゃんとみんなの手元にね、交際とここの演習,演習プリントがありますね。ちゃんとあの、書き込みながらやってね、わかんなくなるから、えー、それを信じて話しますけれども。で、えー、っと、まずね、あのー、 お話の始まりはこのすでに印刷してあると思うんですけれどもこの A 一族と B 一族っていう二つのねあの部族が出会って、えー、この部族が仲良くするにはどうしたらいいんだろうというところから始まるんですね、えー、A 一族と B 一族、えー、子供がねいますけれども、えー 4人、それぞれ子供がいますね。あの、話を単純にするために、4人ずつということにしてあって、男2人、女2人ですね、両方ね。で、仲良くなるにはね、親戚になればいいんですね。というわけで、えー、っと、A 一族と B 一族の、えー、っと、男女をね、結婚させるわけですよ。というわけで、えー、っと、この、図の真ん中にいる A 一族の三角と B 一族の丸、えー、この、 それぞれの A 一族の三角と B 一族の丸、この、ま、真ん中にいる二人を結婚させるということにしましょう。A 一族から女の子、あ、ちなみに、あの、すいません。言い忘れてましたけど、三角が女性ね。三角が女性で丸が男ですよ。で、この A 一族の三角が嫁ぎます。B 一族に。結婚するわけです。というわけで二人は、えー、とこうやって婚姻関係を結びました。 で、えー、A 一族が B 一族に、えー、女を1人ね、送った形になるわけです。プレゼントした形になるわけです。まあ、こういう言い方するとね、あのフェミニズム的にどうかっていうね、まあ、レヴィストロースの時からね、リアルタイムで批判はあったらしいですけれども、で、B 一族は女1人もらってるので、えー、お返ししなきゃいけないんですよ。まあ、仲良くするためにね。 1> 女一人もらったからこっちも女一人送るよと。というわけで B 一族の三角、女性を A 一族にね、嫁がせます。で、B 一族の女性がまた送られて、A 一族の男性とこう婚姻関係になったっていうわけですね。で、A 一族にはもう一人女性がいますよね、三角がね。これもね、あげるよと。この人もあのお嫁としてもらってくださいということで B 一族のもとに送ります。 で、また婚姻関係になるわけですね。で、えー、っと、えー、まあ、これで A 一族が2人挙げてる状態ですよね。B 一族は1人しかもら 1, 1人しか挙げてない。2対1でね、あの、不均等ですからね、イーブンにしないといけないんで、B 一族も、え、女1人をね、もう1人送るわけです。 で B 一族の三角がまた A 一族に嫁いで結婚して婚姻関係を結ぶとこれで2対 2A は B に2人女を送ったし B は A に女を2人送ったよっていうイーブンな関係になりましたねでえー、っと、えー、この、えー、こうやってできたカップルの間にそれぞれね子供が生まれたとしましょう、えー、というところから話はスタートですはいめでたく子供が生まれましたと で、えー、っと、A 一族にしろ B 一族にしろ男がね、あの家系を継いでいきます。お前が A 一族の棟梁、えー、だよというかリーダーだよという感じでね、えー。というわけで、あの、色を使ってね、こう示すと A 一族の家系はこういうふうに受け継がれていくわけですね。えー、すっごい汚いですけれども、この線。あの、先生、どっか、 体悪いんですかって心配されそうなぐらいヨレヨレの線なんですけれどもこれマウスでフリーハンドで書いていくからこうなるんですよあのペンタブレットを私に支給してくれない大学が悪いよっていうねで A, A 一族はこういうふうな血統になるわけですよね でこっちにもね、あのもう一つの流れがありますよね。A 一族。この流れも A 一族。青い線でね、書いてますけれども。じゃ B 一族はっていうと、B 一族も男に代々家系が受け継がれるわけで、黄色い線で書いたこの流れですね。これが B 一族の流れ。B 一族のリーダーというかね。で、もう一つの流れがありますね。B 一族の。 流れ男の子が家計を継いでいくとで、えー、っと問題はこの第三世代の人たちね一番下にいる一番若い人たちがどう結婚するかっていうのがその交差いとこ婚っていうののお話になるわけですよでさっきの,あの青とか黄色はねあの図がガチャガチャするから消して A 一族に生まれた人たちにはプラスをつけましょうで B 一族につけ、えー、生まれた人にはマイナスをつけましょう、えー、これでね、えー あのプラスが A 一族マイナスが B 一族に生まれた人っていうことになりましたね。えー、これ一旦切った方がいいのかな時間的に。えー、一旦切りましょうか。